おはようございます。ソカジュグの久保です。まあ8月も後半に入りまして最後の2週間になりました。この7月8月2019年の夏はどうだったでしょうかね。あっという間に過ぎていきますね。夏祭りもありましたし、海に行った方は海に行ったんではないかなと思いますし、山に行った方は山に行ったんではないかなと思います。私はね、西粟倉村ってところに行けて本当に良かったなと思うんですけども、あのね、渓流とかちょっと雨が降りましたけども、とっても素敵な土地に関われたなと思います。あれもね、大切な夏の過ごし方かなと思います。時間というのは本当に早く過ぎますよね。もう8月も終わりでございます。今日からね、新しく相場の方も始まりまして、これからどんどんね、円高に向かっていくんじゃないかなと思うところでございますけども、そういったことも込みで日本の産業ってのがどういうふうになっていくのか非常に興味深いところでございます。まあ、その中で私はね、大きな話をするんじゃなくて、実はね、近所の話に目を向けていこうかなと思ってるわけなんですよ。その一つが夫婦ってものですよね。私がね、夏祭りに出席して、まあ男性の作業者さんと女性の作業者さん、まあ両方とも町内会の会員なんですけども、それを見て思うのはですね、男性が集まるとなぜかね、奥さんの悪口をみんなで言うんですよ。女性が集まるとなぜか旦那さんの悪口を言ってるんですよ。こういう図って皆さんの周りでも見かけませんか？まあ女性とね、対話を私がしていて、例えばですけども、旦那の嫌なところをずっとね、話してるんですよ。で、私が聞くと、その方のせいで自分の人生が開花しないっていうふうに言いたいんでしょうけども、なんでそんなひどい人と結婚しちゃったんですかって必ず聞くんですよ。なんでそんなに嫌いなのに結婚したんですか？結婚した時に分からなかったのっていうふうに言うわけなんですよね。で、分からないのに結婚したんですかってまた聞くんですよ。嫌ですね、私の聞き方も。それからね、しまいにはですけども、若い頃は旦那さんも私のことを可愛いって言ってくれるんだよと、でずっと愛してくれるって言ってくれたんだけども、だんだんそうならなくなってきたのっていうふうに言ってね、うちの旦那さんも若い頃はね、いつも私のことをね、見ててくれたのに、最近はほったらかしなのよっていうわけなんですよ。で、そこに私も言うんですよ。なんでほったらかしになっちゃったんですか？いつ頃からあなたは可愛くなくなっちゃったんですか？いつ頃から旦那さんにそんなクソみそに言われるようになったんですか？あなたはいつからそういう人格になっちゃったんですかって聞くんですよ。そうなんですよね。旦那さんから見て、奥さんね、奥さんが魅力的でなくなったと思えば、それは悪い見方もされるし、悪いことも言われると思うんですよ。まあそうしないのが一番なんですけどね。それが逆もそうであって、旦那さんはね、結婚した時はすごくラブラブだったんだけども、しばらくすると奥さんは全然ね、自分から見て魅力的ではなくなってきたんだよみたいな話をするわけですよね。だからこれもね、だからどっちもどっちと言いますかね、どっちもどっちなんですけども、私が言いたいのは、人の悪口を言うのはそんなに楽しいのかなと思うんですよ。しかも自分の家族であり、恋人でありね、奥さんとかね、ご主人だったわけじゃないですか。まあ今でもそうかもしれませんけど、なんでこんなに人の悪口を言うのをみんな気持ちよく快感を感じるのかなと思ってね、非常にね、ちょっと寂しい気持ちにもなるんですよ。私はだから人に対して評価したりね、もう励ましたりとか、そういうことの方が楽しいんじゃないかなと思うんですよね。まあでもある意味これ日本人気質といいますか、自分の家族をちょっとね、下に下げて、謙遜してるんですよね。謙遜してるのはまあいいんですけども、度が過ぎると身内をただバカにしてるだけになっちゃってね、非常に不愉快しか残らないんじゃないかなと思うんですよ。まあうちのは大したことないからみたいなねぐらいで済ましておけばいいんだけども、具体的にここがダメだとかいうふうに否定的になってくると、それはね、ひどい家だなとか思っちゃうんですけど、これ私だけですかね。なんかやっぱりね、言葉ってすごい魔力を秘めてると思うんですよ。言った通りになるみたいなね。で、今回速稼塾の中でもミスターマイアミさんっていう方が8月中に動画を100本上げますとか言ったら、もう100本超えてるわけなんですよ。まだこの時期なのに、すごいなと思いますよ。やっぱり宣言することとか表現すること、一番最初のこの思考の中をね、外に出す時って言葉が一番早いと思うんですよね。で、言ったことがその通りになるってことが結構多いんで、言ったことはね、気をつけないとなと思いますし、できれば悪口よりもいい言葉をね、口から発したいかなと思う今日の放送でございました。さあですね、19日から始まるこの8月最後の2週間なんですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。私は25日から海老名の方に参りますので、お会いできる方はお会いできるんではないかなと思います。そしてですね、27日なんですけども、私はね、こういう招待状をいただきました。バーン、トラさんファン招待状、新宿ピカデリーね、ここでね、上映会があるんですよ。男はつらいよ、スペシャルゲストも登壇されるということで、ワクワクしてますね。27日は東京に
行ってきます。だから海老名に25日いて、26日は適当に時間潰して、27日はあと新宿ですよね。で、28日くらいに広島に帰るみたいな、夏休み最後のね、ビッグイベントをさせていただこうかなと思ってるところでございます。皆さんもね、しっかりと夏を楽しませてください。それからですね、例のやつについてもまだね、入金がない方は今日だから銀行の営業時間が終わったらまた教えてください。こういったこともね、今日から例のやつの会社の方も営業再開しますので、事業説明会等々を通じてですね、新しい情報を収集したりとか、こちらから言いたいこともしっかりと言っていこうかと思います。それでは失礼します。